スティーブ・ジョブズことスティーブ・ポール・ジョブズはアメリカ合衆国の起業家、実業家、工業デザイナー、アメリカ国家技術賞を受賞している。アップルの共同設立者の一人でネクストの創業者、ネクスト CEO やピクサーアニメーションスタジオ CEO を歴任した。1976年、ジョブズは友人のスティーブ・ウォズニアックが自作したマイクロコンピュータ アップルアイを販売するために企業することを決意し、同年4月1日にォズニアック及びロナルドウェインと共同でアップルコンピューターカンパニーを創業した。アップルコンピューターが1977年に発売したアップル2は商業的な大成功を収め、パーソナルコンピューターという概念を世間一般に浸透させた。アップルは シリコンバレーを代表する企業に急成長を遂げ、ジョブズは1980年12月のアップル IPO 時に2億5600万ドルもの個人資産を手にし、1982年2月にはタイム誌の表紙を飾るなど若くして著名な企業家となった。その後、ジョブズは先進的な GUI やマウスを持つコンピュータ、マッキントッシュの開発を主導した。 1984年に発表されたマッキントッシュは、マスコミから絶賛され当初は、売れ行きも良く、ジョブズの名声を高めたが、数ヶ月後には深刻な販売不振に陥り、アップル社内でのジョブズの地位を危ういものにした。1985年5月、ジョブズは CEO のジョン・スカリーによって、すべての業務から解任されて官職へと追いやられ、同年9月にはアップルを去った。 アップル退職後、ジョブズは、ルーカスフィルムのコンピューターアニメーション部門を買収して、ピクサーアニメーションスタジオを設立した。また、自ら創立した、ネクストコンピューターで、ネクストワークステーションとオペレーティングシステム、ネクストステップを開発を指揮、主導した。1996年、業績不振に陥っていたアップルに、ネクストを売却すると同時に、復帰。 1997年には、ISO となる。同年には、フグ体店のライバルとさえされていた、マイクロソフトとの提携と、同社からの支援を得ることに成功し、また社内ではリストラを進めて、アップルの業績を向上させた。WWDC07 でのスティーブ・ジョブズ2000年、正式に CEO に就任。2001年から2003年にかけて、 マッキントッシュの OS をネクストの技術を基盤とした MacOS 1へと切り替える。その後は iPod、iPhone、iPad、Apple の業務範囲を従来のパソコンからデジタル家電とメディア配信事業へと拡大させた。一方で2003年には水臓んと診断された。CEO に就任して以来基本給与として年1ベードルしか受け取っていなかったことで有名であり。 このため、世界で最も給与の安い最高経営責任者と呼ばれた。しかし、無報酬ではなく、アップルから莫大なストックオプションやビジネスジェット機などを得ている。2006年にピクサーをディズニーが買収したことにより、ディズニーの個人筆頭株主となり、同社の役員に就任したが、ディズニーからの役員報酬は辞退していた。2011年10月5日、 アップルはジョブズが死去したと発表した。死因は、水臓んに伴う呼吸停止と報道されている。56歳没。2012年2月11日、第54回グラミー賞で、特別功労賞の一つ、トラスティーズ賞が授与された。老い立ち、スティーブ・ジョブズは1955年2月24日、シリア人の父、アブドゥル・ハター・ジャンダーリと、 アメリカ人の母ジョアン・キャロル・シーブルとの間にサンフランシスコで生まれた。ジョブズは生後すぐに養子に出され、養父母となったポール・ジョブズ、クララ・ジョブズ夫妻によって育てられた。ジップ・アブドゥル・ファター・ジャンダーリは1931年にシリアのアラブ人ムスリムの家庭に生まれ、ホムスで育った。レバノンのベイルートアメリカン大学に入学したジャンダーリは学生活動家となり、 政治的活動に参加して投獄されたこともあった。その後、ジャンダーリは PHD の取得を目指してアメリカのウィスコンシン大学に留学し、そこでのちにジョブズの実母となるスイス系アメリカ人のジョアン・キャロル・シーブルと出であった。ジャンダーリとシーブルは同年齢であったが PHD 候補生であったジャンダーリは、シーブルが受講した授業のティーチングアシスタントを務めていた。 ジョブズの実妹であるモナ・シンプソンによれば、シーブルの両親は、娘が、ムスリムの男性と交際することを好ましく、思っていなかった。ウォルター・アイザックソンによると、シーブルは、父親から、ジャンダーリとの交際を続けるなら、感動すると脅されていたという。ジャンダーリによれば、父親が自分との結婚を認めなかったため、シーブルは誕生以前からジョブズを養子に出すことを、決めていた。 ジョブズが2005年6月12日のスタンフォード大学の卒業講演で語ったところによると母であるジョアンはポール・ジョブズ、クララ・ジョブズ夫妻が大学卒でないことを知りようし縁組を躊躇していたがジョブズ夫妻がスティーブを大学に進学させることを約束したために養子縁組が成立したという余談であるが実の両親は後に正式に結婚して女の子を設け それから離婚している。スティーブが聖母と再会するのは、スティーブが30歳を過ぎて、養母であるクララが亡くなった1986年で、ある。ジョブズはその時に、初めて実の妹であるモナ・シンプソンがいることを知り、その後、彼女とも初対面を果たした。一方、ジョブズは、ジップとは死ぬまで一度も会おうとはしなかった。父親のジャンダーリも、 息子の成功に便乗していると思われるのを恐れ、親しい友人にも息子について語ることはほとんどなかったという。幼少期、少年時代1957年、ジョブズが3歳の頃、ジョブズ夫妻がパティを養子にもらい、妹ができる。同じ頃、実父母の間に、実妹モナが生まれる。1960年になり、カリフォルニア州パロアルトに転居する。 1961年、6歳になったジョブズは、モンタロマ小学校に入学。幼少時代のジョブズはとても手のかかる子供だったという。ヘアピンが電気を通すのか確かめるために、ヘアピンをコンセントに差し込んで感電したり、盗聴器で親の部屋を盗聴したり、小学校では授業中に花火をしたり、教師の椅子に爆弾を仕掛けるなど、エピソードにこと書か,かない少年だったという。 1965年、4年生となったジョブズは、快活で起点のきく女性教師と出会い、勉強が好きになった。その後、4年生の終わり頃に、知能検査を受けたジョブズは、波外れた知能を示し、1年飛び級して、クリッテンデン中学に入学した。しかし、飛び級して入った学校でジョブズは、周囲の生徒からいじめられることが多く、7年生の半ばには両親に、 環境の良い学校への転校を要求した。そのため、一家は費用を捻出して、ロスアルトスのクリストドライブ2066番地に、ガレージ付けの一軒家を購入して転居し、ジョブズをクパティの中学校に転校させた。1968年、ジョブズが13歳の時、ヒューレット・パッカード社の CEO ビル、ヒューレットの自宅に電話をかけた。ジョブズが、 周波数カウンタの部品をくださいというと、ビル・ヒューレットは部品をくれたばかりか、夏休みにアルバイトをしないかと持ちかけた。アルバイト先は、ヒューレット・パッカードの死者で、周波数カウンタを作っているところだったという。1968年の秋、ジョブズは、クパチーノのホームステッド高校に進学した。青年時代1971年の夏、16歳のジョブズは、友人ビル。 フェルナンデスの紹介で、当時21歳のスティーブ・ォズニアックと知り合い、すぐに、意気投合した。その年の秋、ォズニアックの母親にもらった、エスクアイアシ1971年10月号に、掲載されていた、ブルーボックスについての記事を読んだ二人は、急いでスタンフォード線形加速器センターの図書館に、向かい、AT&T の技術資料を見つけ出し、それをもとに、 ボズニアックがオリジナルのブルーボックスを作り上げた。ボズニアックは装置を作ったことで満足したが、ジョブズはこの装置を1台150ドルで学生を主な顧客として売りさばいた。最終的に200台余りのブルーボックスが販売され、ジョブズとオズニアックは大きな利益を上げたが、ある時銃で脅されブルーボックスを奪われたことがきっかけとなり、身の危険を感じた二人は、 販売を止めた。後にジョブズは、ブルーボックスで商売をした経験がなければ、アップルが誕生することもなかったのは100、100%確実、だと語っている。1972年、ホームステッド高校の4年生であったジョブズは、幻覚剤の LSD を使用し始めた。ある日、サニーベール郊外の畑で服用した際に体験した麦畑が、突如、 バッハの曲を奏で始めるという幻覚は、後年までジョブズに強い印象を残した。後には、LSD による作用を人生で、トップクラスの重要な体験であると述べ、人生を金儲けだけに費やすのではなく、歴史という流れに戻すこと、人の意識という流れに戻すことの重要性に、気づかせてくれたと回想している。1972年9月、ジョブズは、 オレゴン州のリード大学に入学した。リード大学は学費が高額な私立大学であり、両親の金銭的な負担は大きかったが、ジョブズは他の大学を受験することを断固拒否した。大学時代のジョブズは、ユダヤ・キリスト教、イスラム教、アニミズム、太陽神、思想、座禅、食事、ヒッピー文化に浸水し、裸足で校内を歩き、一時は風呂に入らない時期も、 あったという。ジョブズは大学に半年間通ったが、興味のない必修科目を履修することを嫌がり、本人の弁によれば、両親が一生をかけて貯めた学費を意味のない教育に使うのに罪悪感を抱いたために中退。しかし、中退後もリード大学のキャンパスを放浪し、コカ・コーラの空き瓶拾いや心理学科の電子、装置修理で日銭を稼ぎながら、哲学やカリグラフィーなど、 興味のあるクラスだけを調工する、モグリの学生として過ごし、合計18ヶ月をリード大学に費やした。当時のジョブズは音楽に傾倒し、ビートルズやグレートフルデッドなどをよく聴いていた。当たり時代同士を求めてインドまで旅をしたいと考えたジョブズは、旅費を捻出するため働くことを決める。1974年2月にジョブズは実家に戻り、 その日のうちに当たりを訪問、雇ってくれるまで帰らないと宣言して、当たりのトップであるノーラン・ブッシュネルを引っ張り出した。ブッシュネルに気に入られたジョブズは40人目の社員として採用され、時給5ドルのテクニシャンとして働くこととなった。入社後のジョブズは、長髪で風呂に入らず、ビルケンシュトックサンダルでうろつく不潔な姿に加え、誰かあれ構わず尊大な態度で接したため、夜勤で、 一人勤務していたにもかかわらず、技術部長のアラン・アルコーンなどの同僚の大半から、無礼者と認識された。ジョブズは、アルコーンにインドまでの旅費の援助を頼み、ミュンヘンでのゲームの修理を旅費込みで命じられ、ドイツ経由でインドへ渡ることで旅費を安く済ませる目途を立てた。ジョブズは仕事を済ませた後一度退社し、友人の断固とけと共に、 インドにたどり着いたが、すぐに赤痢にかかって苦しむことになった上、放浪の末に創造と、あまりにもかけ離れた、インドの実態に失望した。結局その年の秋には、ロスアルトスに帰り、総統州の前奏である、鈴木俊と孝と、千の広文を同志として、サンフランシスコで禅を学び、瞑想やスタンフォード大学の授業聴講などをして、自分探しを行った後、 1975年、初頭にあたりに復職する。復職後の夏、ブッシュネルから直々に新製品、ブレイクアウトの回路の部品減らしを命じられた。減らした数だけ報酬が出ると言われたが、ジョブズは自身ではできないことをすぐ認識した。ジョブズは部外者のウォズニアックを毎晩こっそり社内に招き入れ、ゲームをしたり勝手に基盤を改造していたウォズニアックに、 対してその片手間に作業を頼んだ。ボズニアックは4日間徹夜して部品を20から30個も減らしたが、あまりに窮屈で難解な設計は、ボズニアック自身にしか理解できなかったため、ジョブズは会社からやり直しを命じられ、その場で取り繕おうとしたが当然できず、結局またしてもボズニアックに泣きつくことになった。そして、ボズニアックは多少部品は増えたものの、 誰もがわかる程度に設計の変更を行った。ジョブズは報酬の山分けをオズニアックに提案し、当たりから受け取った700ドルのうち350ドルを小切手でボズニアックに渡したが、実際には5000ドルを受け取っており、差額をオレゴン州の共同農場に継ぎ込んでいた。1984年頃、ボズニアックがアルコーンに偶然であった際、ジョブズによる 報酬搾取の事実を知り、ジョブズとオズニアックとの間にしばらく確執が生じた。ともあれオズニアックは、後日のアップルアイア2を設計する際に、ブレイクアウトの部品減らしが大変役に立ったと語っている。なおアルコーンは当たりを退職後、アップルコンピューターにも勤めていた時期がある。アップルアイとアップル創業アップルアイの宣伝広告の一部。アップルアイは、 剥き出しの基板として販売され、使用するには、キーボードやディスプレイを別途用意する必要があった。Apple i の組み立てが行われたカリフォルニア州、ロスアルトスのジョブズの実家1975年、アルタイル8800というコンピュータキットが発売され、人気を博していた。ボズニアックはアルタイル8800よりも優れたマシンを自作できると考え、後に、 アップルアイと命名されるマイクロコンピュータを独力で設計し完成品をホームブリューコンピュータクラブの会合に持ち込み賞賛を浴びた。ボズニアック自身はコンピュータの回路図を無料配布することを望んでいたが、ジョブズはこのマシンを利用したビジネスを始めるべきだと主張した。ヒューレット・パッカードとあたりにマシンの商品化を断られた後、 ジョブズとオズニアックは自分たちで新事業を立ち上げることを決意した。事業を始めるため、ジョブズは愛車のワーゲンバスを、オズニアックは HP 製のプログラム電卓を売り払い、1300ドル余りの資金を捻出した。1976年4月1日、ジョブズとオズニアック、そしてロナルド・ウェインの3人はカリフォルニア州のビジネスパートナーシップとして、 アップルコンピューターカンパニーを創業した。ジョブズは、アップルコンピューターという社名の由来について、当時果実食主義を実践していたことに加え、リンゴ農園から帰ってきた直後だったこともあって、この名前を思いつき、その響きが楽しげで元気が良く、威圧感もないと考え、その上、電話帳で当たりより上に来る名前でもあったので、採用したのだと説明している。 一方のオズニアックは、この名前はジョブズが提案したものでありその死には、不明とした上で、彼は音楽好きであったので、アップルレコードから思いついたのかもしれないと、コメントしている。当初、ジョブズらが売ろうとしていたのは完成品のコンピュータではなく、比較的安価に製造できるプリント配線版だった。販路を切り開くため、ジョブズはコンピュータ小売店、バイトショップの経営者、ポールテレルに、 アップルアイのデモンストレーションを見せた。興味を持ったテレルはジョブズに名刺を渡して去ったが、ジョブズはその翌日にマウンテンビューのバイトショップ店舗に押しかけ、テレルにアップルアイの配線版を売り込んだ。説得されたテレルはその場でアップルアイを50台注文し、納品時に1台につき500ドルを現金で支払うと約束したが、条件として配線版ではなく、 組み立て済みの完成品を納入するよう要求した。手持ちの資金ではそれだけ多くのアップルアイを組み立てるためのパーツは購入できなかったが、ジョブズはいぶかしムパーツ業者にバイトショップとの取引が存在することを電話で確認させ、30日間の支払い猶予付きでパーツを購入することに成功した。その後ロスアルトスのジョブズの実家では懸命な組み立て作業が行われた。29日後、 ジョブズラは50代のアップル i を完成させて、バイトショップに納入し、受け取った代金を使って、期限内にパーツ業者への支払いを完了した。ジョブズラが納品した50代のアップル1は、各種部品がプリント配線版にハンダ付けされた、むき出しの基板であり、筐体やモニター、キーボードなどを持つコンピュータを、完成品として想定していたテレルは現物を見て、少しうろたいたが、 それでも、約束の代金2万5000ドルを支払った。アップル i は1976年7月から、希望小売価格666.66 66ドルで発売され、最終的に合計で200台余りが製造された。なお、アップルは、ジョブズの実家のガレージで創業したと広く信じられ、2013年の電気映画、スティーブ・ジョブズなどでも、そのように描写されたり、 死後バラク・オバマ大統領によって言及されたりしているが、ガレージという部分については2014年12月に、ボズニアックが、ちょっとした作り話、誇張されたものと否定している。アップル2と事業拡大本体上に、モニタと2台のフロッピードライブを載せた、アップル2バイトショップとの取引により、約8000ドルの利益を得たジョブズは、 さらなる事業拡大を望み、そのためには多額の融資が必要となった。ジョブズは当たり時代の上司のオランブッシュネルの勧めに従い、セコイアキャピタルのドン・バレンタインに会って融資を求めたが、バレンタインはアップルへの投資に興味を持たず、代わりに個人投資家として財を成していたマイク・マークラを紹介した。若くして引退生活を送っていたマークラは、 ジョブズの野心とウォズニアックの技術的才能に心を動かされ、1976年11月に引退から復帰してアップルに加わった。マークラは自分の個人的資産から9万2千ドルをアップルに投資したほか、バンクオブアメリカから25万ドルもの信用供与を確保した。投資の見返りとしてマークラは アップルの株式の3分の1を受け取った。1977年1月3日、マークラの助けを得て、新法人、アップルコンピューター、インクが設立された。ジョブズらが約9ヶ月前に立ち上げたパートナーシップは、新法人によって買収された。マークラは、会社の成長には、経験豊富な経営者が不可欠であると考え、ナショナルセミコンダクターからマイケル・スコットを引き抜き、 アップルの初代社長兼 CEO に任命した。ジョブズの当時の肩書きは事業統括担当副社長であった。スコットは1977年2月からアップルでの仕事を始め、アップルを組織的にするための施策として新たに社員番号を入れた社員証を発行した。スコットはその功績を認めてボズニアックに社員番号1を与えたが、ジョブズは 一が自分に与えられなかったことに不満を感じ、再考するようスコットに抗議した。しかし、スコットも譲らなかったため、最終的にジョブズは、社員番号例を与えてもらうことで妥協した。アップルアイの後継機種である、アップル2は、1977年4月16から17日に、開催された第1回、ウェストコーストコンピュータフェアで、初めて発表され、 その後希望小売価格1298ドルで発売された。剥き出しの基板として販売された Apple I とは大きく異なり、Apple II は基板やキーボード、電源装置などが一体化された筐体であり、テレビ等の外部ディスプレイを接続すれば、すぐにコンピュータとして使用することができたほか、ディスプレイにカラー表示することが可能なのも大きな特徴だった。 アップル2は1980年には10万台、1984年には200万台を超える売り上げで、莫大な利益をアップルにもたらした。1980年12月12日、アップルは新規株式公開を行い、自動車会社フォードが1956年に行った IPO 以来最高となる資金調達額を記録した。この IPO により、 750万株を持つジョブズは約2億5600万ドルの個人資産を手に入れた。リザとマッキントッシュアップル、リザマッキントッシュ 128K1981 年、IBM は IBM PC を発売し、パーソナルコンピュータ市場へ参入した。次第に、アップル2はシェアを奪われてゆき、新しい製品が待望されるようになった。1978年、 アップル2を打ち破る次世代パーソナルコンピュータとしてリザプロジェクトが立ち上げられた。1979年ゼロックスからの出資を受け入れる交換条件としてジョブズの要請により当時ゼロックス管轄の研究所であったパロアルト研究所見学が行われた。その際ビットマップディスプレイとマウスを前提とするアルトで GUI を実現した暫定ダイナブック環境のデモに大きな衝撃を受けたジョブズは開発中のリザにこれと同じ機能を持たせることを考え自らプロジェクトを引いていくこととなったリザのための最初のアップルマウスはジョブズとデビッド・ケリー、ジム・ユルチェンコによりデザインされたまたそのデザインプロセスが デザイン思考とイデオ誕生のきっかけとなったとデビッド・ケリーがインタビューで答えている。1979年、アップルに入社したジェフ・ラスキンは、アップル2が一般向けには複雑すぎると考えていた一人だった。ラスキンはカリフォルニア大学サンディエゴ校での教え子であったビル・アトキンソンを雇い、アップル2のメンテナンス担当だったビュレル・スミスなど、数人で、 1979年にマッキントッシュプロジェクトを開始する。このマッキントッシュは誰にでも簡単に扱えるノート代わりのコンピュータを目指していた。一方ジョブズは会社内での独断選考の立ち居振る舞いから社長のスコットによってリザプロジェクトのメンバーから外されてしまう。行き場を失ったジョブズは1981年突如として マッキントッシュプロジェクトに三角を宣言する。殴り込みをかけるかのような展開ではあったが、数人で動いていたマッキントッシュプロジェクトはジョブズを迎え入れた。そして、ハード担当がジョブズ、ソフト担当がラスキンとなり、取締役だったジョブズの働きで、予算も開発メンバーも増え、同時にリザプロジェクトからもスタッフの引き抜きを行った。しかし、 リザを上回るものにしようとするジョブズはソフトに関しても口を出し始めたためにラスキンと激しく対立した。ラスキンは役員に対してジョブズの首を取るか自分を新たな場に移すかと直談判した。最終的に役員サイドはマッキントッシュプロジェクトにジョブズを押し込めておく方が会社にとって悪影響が少ないと考えジョブズの考えを優先し、 1982年3月、ラスキンはアップルを去った。ジョブズは、マッキントッシュにはシンプルな美しさが必要だと考え、基盤パターンが美しくないという理由で、設計案を幾度となく却下した。また、同様の理由で拡張スロットの採用を拒否したり、ミスボらしいフロッピードライブのイジェクトボタンをなくし、オートイジェクトを導入させたりした。 筐体は、機上の電話の横に置かれる、電話帳ほどの大きさが理想として、30センチメートル、四方のサイズに収まるように提案。初代マッキントッシュの筐体デザインは、ジェリー・マノックによってデザインされたものであり、アップルアグやマッキントッシュ SE のデザインを行った、フロッグデザインによるものではない。以上のように、手間を惜しまなかったがゆえに開発は難航し、 マッキントッシュがデビューしたのは1984年1月のことだった。スカリーとの対立と失脚ジョブズと対立し、関係が悪化していたスコットが1981年マークラに解雇された。ジョブズはスコットの公認としてマーケティングに優れた人物を連れてくる必要に迫られ、ペプシコーラの事業担当社長をしていたジョンスカリーに白羽の矢を立て、 引き抜き工作を行った。この時、スカリーを口説くために、ジョブズが用いた、このまま一生砂糖水を売り続けたいか、それとも世界を変えたいか、というフレーズは有名になった。ジョブズの熱烈な説得もあり、1983年、ジョン・スカリーがアップルの社長の座に就いた。当時は、ジョブズとスカリーは強力なパートナーシップのためにダイナミック。 デュオと呼ばれ、アップルの経営を推し進めた。1984年後半、ジョブズはマッキントッシュの需要予測を大幅に誤り、アップルは過剰在庫に悩まされ、初めての赤字を計上してしまった。業績の悪化により、アップルは従業員の5分の1に当たる人数のレイオフを余儀なくされた。スカリーはジョブズがアップルの経営を混乱させていると考えるようになり、 1985年4月には、ジョブズを、マッキントッシュ部門主任を及び副社長としての地位から、解任することを、取締役会に要求し、全会一致の承認を得た。この動きを察知したジョブズは、スカリーの中国出張中に、スカリーを追放することを画策するが、アップルのフランス法人トップであった、ジャンルイが製の密告により、スカリーはジョブズが自分を会社から追い出そうとしている。 ことを知った。1985年5月24日、スカリーは出張をキャンセルして緊急の重役会議を開き、その場でジョブズに自分の追放を格索したことについて問いただしたが、ジョブズはスカリーが会社にとって有害な存在であると述べて反撃した。これを受けてスカリーは出席した重役に自分とジョブズのどちらを支持するのかを順番に質問したが、 その場にいたアップルの重役は全員がスカリーを支持すると述べた。その後取締役会もスカリーへの支持を表明し、ジョブズは5月31日にすべての業務から解任され、代わりに実権を持たない名目上の会長職を与えられた。n クス t 社設立アップルでの仕事がなくなったジョブズは新たなプロジェクトすら立ち上げられない状況にとどまることに絶望した。ジョブズは 理想のコンピュータ像を求めて大学を歩いて回った際にスタンフォード大学でノーベル賞受賞者の生物学者ポールバーグと一緒に昼食をとったその時に DNA 組み換え実験の難しさの話題が上がりジョブズはバーグにコンピュータでのシミュレーションを提案し同時に高等教育のためのコンピュータという構想を膨らませた同年9月12日 その構想を実現すべく、ジョブズは新しい会社、ネクストを立ち上げるため正式にスカリー宛てに辞表を送付した。また、決算報告を受け取るため一株だけを除いて、当時所有していたアップルの株、約650万株をすべて売却した。当初、ジョブズは700万ドルをネクストに投資し、1987年までには、 新しい製品が投入できると目論んでいたが、実際に NEXT の製品を発表できたのは1988年秋で、最終版の出荷は1989年になってのことだった。ジョブズはそれでも5年は先取りしていると語ったが、NEXT のロゴデザインに10万ドルを投じたり、OS 残った仕様を開発するべく膨大な時間をかけたり、NEXT キューブの 筐体デザインをフロックデザインに依頼したりするなどして過剰に資金を浪費した。1987年にはゼネラルモーターズで成功していたロスペローから2000万ドルの出資を1989年にはキャノンから1億ドルの出資を引き出した。オリジナルのキーボード、マウス、高解像度モニターを備えたネクストステーション発表当初からネクストの評価は 高かったものの、ジョブズの強硬な主張によって、フロッピードライブの代わりに、キャノン製の光磁気ドライブを採用したことや、加工の難しいマグネシウム合金の筐体を使うことなどによって生産コストが高くついた。また、モトローラからのマイクロプロセッサ供給が遅れるなどにより、思うように販売が伸びなかった。ワークステーションとして実績がないネクストが、 3マイクロシステムズの 3-3X などと同様に高価な価格だったことなどの理由で1992年に IBM 互換機で動作するネクストステップの PC バージョンが発表された。しかし1993年2月10日には全社員530人のうち280人をレイオフしハードウェア部門をキャノンに売却しネクストはソフトウェア会社へと転じることとなる。 しかし、ネクストキューブは開発と運用のしやすさから、世界初のウェブサーバーとして用いられたという大きな功績も残している。また、世界初のウェブアプリケーションサーバー開発運用環境、WebObjects が開発、発売された。ネクストステップとその開発機能は、ウェブサーバーなどを比較的簡単に開発構築、運用できる利便さを兼ね備えたものであり、 今日の MacOS にも受け継がれている。ジョブズはアップルの解任後、シャープ、東京支社を訪れて、東京支社長だった佐々木正元副社長に電卓についての相談をしており、これからはネットワークの時代になるから、携帯 IT 機器が求められるようになるとの助言を受けていた。結婚1990年、スタンフォード大学にて講演を行った際、 聴州の一人であったローレン・パウエルと出会った。公演の後、ジョブズにはミーティングがあったにもかかわらず、彼女と夕飯を食べに出かけた。1991年、二人はヨセミテ国立公園で結婚式を挙げ、9月には長男のリード・ポール・ジョブズが生まれた。ピクサー・エメリービルにあるピクサースタジオのゲート。ネクスト社の仕事の一方で、 ジョブズは1986年2月7日に、ルーカスフィルムのコンピュータ関連部門を1000万ドルで買収し、ピクサーと名付け、その CEO の座に就いた。ピクサーの主要商品は、レンダーマンというシリコングラフィックスのイリックス上で、動くレンダリングソフトであり、約10万本のセールスを記録し、ジュラシックパークのコンピュータグラフィックス制作でも使われた。ジョブズは、 ピクサーに対してあまり口出ししなかったが、手っ取り早く利益が上げられるコンテンツ作成をピクサー社のメンバーに提案した。1991年、ピクサーはディズニーに CG アニメーション映画作成の売り込みを行い、同年3月3日に3本の劇場用作品の契約を結んだ。この結果、4年の歳月と70台の SGI ワークステーション、117台の サンワークステーションを使った全編コンピュータグラフィックスのアニメ映画トイストーリーが1995年11月22日に封切られた。公開までの4年間、ジョブズはピクサーに5000万ドルを投資しており、こんなに金がかかるとは思っていなかったと告白している。しかし、トイストーリー公開直後にピクサーは株式を上場、またもジョブズは 多額の資産を手に入れることになった。2006年5月5日、ディズニーはピクサーを買収し、同社はディズニーの完全子会社となった。また、ジョブズ自身もディズニーの個人筆頭株主になると同時にディズニーの役員に就任した。アップルによるネクスト買収、ネクストはソフト事業に特化した後、世界初の Web アプリケーション開発、運用環境である、 ウェブブジェクツを出荷、ネクストステップも自社内開発を行う金融機関などに受け入れられ、まずまず安定した経営をしていた。しかし、ゴールドマンサックスを頼って株式公開を目指していたが、アップルによる買収に変更している。1995年末、ジョブズは友人でオラクル創業者のラリー・エリソンと共同で経営の傾いたアップルの買収を画策する。 エリソンは Windows を打倒すべく新クライアントのネットワークコンピューティングを提唱しており、ジョブズと共にこれを Apple によって実現しようと考えていた。しかしこの考えはジョブズと合わず、最終的には買収提案がなされる前に話自体が流れてしまった。ジョブズは1996年の11月頃、Apple が自社内での OS 開発が暗証に乗り上げ、 次期 OS の基本技術を外部に求めているという話を聞く。アップルにネクストステップを売り込むべく、当時アップルの CEO だったギルアメリオに電話をかけた。12月上旬に入ってから、1985年の退社以来久しぶりにアップルを訪れ、アメリオやマークラたちと話し合いを持ち、簡単なプレゼンテーションを行った。アメリオは後に、この時のジョブズの対応を、 アイソの非常に良い、交換の持てるものだったと言っている。アメリオとアップル CTO のエレン・ハンコックは、次世代、MacOS の候補として、BE 社の BIOS、3マイクロシステムズ社のソラリスマイクロソフト社の Windows NT、そしてネクストステップの4つを挙げていた。もともとアメリオは、ハンコックの助言によりワークステーションやサーバーで用いられ、 現実に動作するユニックスの中でも特にカーネギーメロン大学で開発されたマッハに目を奪われていた。そしてそのマッハについて調べていくうちに行き着いたのがネクストステップであった。ネクストステップの高い信頼性、先進的な機能もさることながら特にウェブブジェクッズの出来に感動し、ジョブズからの売り込みがなくても交渉は行うつもりでいたのだった。ジョブズ同様、 話を聞きつけてやってきた BE のジャンルイガ製も、アメリオに対して、ビオズの簡単なデモを行った。アメリオは、ビオズの良さを認識していたが、BE 設立から数年経ってもビオズには未完成部分が多く、製品版 OS が発表される見込みが一向に、立たない状態であった。ビオズを出荷できるようになるまで膨大な作業が予想されることが明らかであったにもかかわらず、 火星が法外とも言える金額を吹っかけてきたことも懸念材料となり、その時点でアメリオは決心していた。同年12月10日、火星率いるビオズとジョブズのネクストステップを比較するプレゼンテーションが行われた。ジョブズはネクストステップのいい面も悪い面も全てさらけ出し、自分の不得意な分野は同行させたエンジニアと二人で進行し、 完璧なプレゼンテーションを終えた。一方 BE のプレゼンテーションは時間をずらし午後から行われた。ガセは一人でアップルにやってきた。ガセはすでに BE に決まったと確信しており、ビオズは以前にご覧いただいた通りですと述べたのみであった。アップルコンピューター復帰1996年12月20日、アップルがネクスト社を4億2900万ドルで買収する。 ことに言意、次期 OS の基盤技術として、ネクストステップを採用すると発表した。ジョブズはアップルに非常勤顧問という形で復帰した。この際、アメリオからプレゼントされた20周年記念マッキントッシュを窓から投げ捨てたという噂があったが、真偽は定かではない。1997年2月、正式にネクスト買収が完了した。アップルに復帰する際、 買収代金の一部として、6ヶ月先まで売却できないとの条件で150万株の株式を譲渡されていたが、アップルの復活を半ば諦めていたこともあり、期日が来るなり、またしても一株を残して即座に売却した。ジョブズとビル・ゲイツ、2007年初代、iMac しかしを思い直したジョブズは、経営の実験をダッシュすべく、社内で隠密に行動を開始し、 アメリオを追い出すための格策を講じる。そして、アメリオは未だにアップルの業績を向上させられないとして、すべての役員を味方につけアメリオを CEO から引きずり下ろすことに成功した。7月にアメリオが退社すると、経営陣はジョブズに CEO 就任を要請したが、ジョブズは多忙を理由に断った。ジョブズはアップルの指揮を上げるため、 従業員のストックオプションの引き下げを役員に株主提案をしたが役員のほぼ全員がこれを否定すると当時筆頭株主であった立場を利用して役員たちに辞任を迫る。結局マイク・マークラを含む経営陣はほとんどが辞任しその後任としてエリソンやジョブズと縁のある人物が就任した。8月にボストンで開催された マックワールドコンファレンスエキスポでは、議決権のない株式上渡と、技術提携という名目を条件に、マイクロソフトから1億5000万ドルの資金提供と、マック版のマイクロソフトオフィスとインターネット、エクスプローラー4、マックの提供を受け続けることを柱とした業務提携を発表する。最大のライバルとされたビル・ゲイツが、エキスポのゲストとして、スクリーンに登場すると、 何も知らなかった観客には、ブーイングする者も,も多くいた。この提携が一定の役割を果たしたのは事実で、その後も PDA のニュートン事業の生産をはじめ、ジョブズ主導のもと、いくつものプロジェクトを中止、アップル社内のレイオフを進め、大規模なリストラを行った。前後して、パワーコンピューティングを買収して、インターネット直売事業への参入を行い、 マッキントッシュ後換気メーカーへの MacOS ライセンスを停止、利益率の高いパワーピ e シー c G3 搭載機種を市場に独占投入。こうしたやつぎばやの改革により、ジョブズはアップルの再建を軌道に乗せた。1998年には iMac を市場に投入、それまでのアイボリーの箱という Mac の印象から大きく離れた同シリーズは大ヒットとなり、 トランスルーセントのスタイリングは当時あらゆる分野に影響を及ぼした。このヒットはアップルの復活を人々に強く印象付けた。CEO 就任 iPod と iPhone の発売 iPod シリーズと iPhone2000 年にはそれまで拒否していた CEO 就任を正式に受諾彼の貢献に対しアップルの普通株式1000万株のストックオプションが付与された。 2001年3月、NEXT と Apple の技術を融合させ、オープンソース由来の技術を積極的に取り込んだ MacOS 0を発売。クラシック MacOS の後継とした。同年、iTunes と iPod によって音楽事業に参入、音楽事業をパソコンと並ぶ Apple の事業の柱にした。数千曲の音楽データを気軽に持ち歩き、 スクロールホイールで手軽に楽曲を選び視聴することができる iPod は世界中に驚きを与えると同時に多くの人々を魅了した。2007年1月9日、マックワールド初日の基調講演にてジョブズが iPhone を発表し、Apple はニュートン撤退以来9年ぶりに携帯コンピュータ事業に復帰する。iPhone はスマートフォンを再定義する製品となり、 ジョブズが CEO を退任する2011年までに、携帯電話事業は、アップルの総売上高の5割を占めるまでに成長した。病気との戦いマックワールドコンファレンスエキスポで、ステージに立つジョブズ2003年、膵臓んと診断されたが、幸いにも、治療可能な症例であった。家族をはじめ、周囲はジョブズに、すぐに手術を受けるように忠告したが、 東洋文化に傾倒していたジョブズは、西洋的な医術をカタクナに拒否し、絶対菜食、ハリ治療、ハーブ療法、抗療法などをインターネットで探し、民間療法などを用いて、感知を図ろうとしていたと言われる。医学的治療は遅れ、そのことから9ヶ月後の検査でがんが大きくなっていることがわかり、ついに関連してごく親しい人以外には秘密にして、 同年の8月に適出手術を受け療養後復帰した。2005年6月12日、スタンフォード大学の卒業式に招かれ、ステイハングリーステイフーリッシュという全地球カタログ最終号からの引用で締めくくられた。そのスピーチは多くの共感を持って迎えられた。2008年6月9日、 第2世代となる iPhone3G の発表時に痩せた姿で登場し、ジョブズの健康問題がマスメディアで取り沙汰されたが、同年9月10日の第4世代 iPod なの発表時に健康面に触れ、自分の死亡説を流すのはやりすぎだと、健康不安についての憶測を一掃した。しかし実際には2008年に肝臓への癌の転移が判明しており、容態は深刻な状況であった。 同年12月16日にアップルが MacWorld Conference&Expo での基調講演を行わないとの発表を行ったことで不安は再燃し2009年1月6日に改めて体重減少はホルモン以上のためとの所感を発表し重病説や辞任説を否定しアップルの CEO としての義務遂行が継続できなくなったら最初に 取締役会に話すと宣言したが、1月14日に6月末まで治療に専念するための CEO 給食を発表した。6月23日の公式発表によると、メソディストレ・ボヌールヘルスケアにて重度の肝疾患のために移植待機リストで最高ランクの位置づけを受け、肝移植されていたこと、良好に回復しているということであった。しかし実際には、医師からは、 ジョブズの肝臓は4月まで持たないと宣告され、2009年3月に肝臓の移植手術を受けていたという。なお、内分泌腫瘍の治療の一環で肝移植が行われること自体は選択肢の一つであるが、有効性は議論の余地がある状況という。肝移植を機に、ジョブズのこだわりの強さは影を潜め、職場でも笑顔が増えるなど心境に変化が現れた。 iPad 発売 CEO 対任 i p a d を紹介するジョブズドミートリーメドベージェフに iPhone4 を見せるジョブズ2010年1月に発表された iPad は iPhone の機能をベースに画面を雑誌サイズにしたことでさらなる大きな可能性を世界に与えたこれにより電子書籍ビジネスが活性化することになり Kindle などの競合を生み出したまた iPad は ビジネス用途としても利用が拡大された。その後、2012年には iPad mini がリリースされている。肝臓移植後一旦体調は回復し、2010年5月にはお忍びで京都に家族旅行に出かけるなどしていたが、2010年11月以降、再び体調が悪化、2011年に入りんが再発した。2011年1月18日、 公式発表で病気を理由に休職することが発表された。日常業務は前回同様、ティム・クック COO に任せるが、CEO には留まり、大きな戦略的決定には関与するとした。癌細胞と正常な細胞の遺伝子配列を調べたり、分子標的治療などの最新の治療を受けるなどした、ものの癌の進行を食い止めることはできず、癌は骨などの全身に転移し、 での施しようのない状況であった。2011年8月24日、2009年の宣言の通り、CEO としての職務が継続できなくなったら話すと言っていたが、残念ながらその日が来てしまったとして、取締役会に辞表を提出して、CEO を辞任、公認にティム・クックを推挙し、ジョブズの意向通りに、クックが後継に就任した。同時に、 取締役会の承認を受けて会長職へ着いた。ジョブズが CEO を退任する8月にはアップルは自家総額でエクソンモービルを抜き世界最大の企業となっていた。すでにこの時ジョブズは自力では歩くことができず車椅子で取締役会に駆けつけた。そしてティム・クックラ幹部社員を部屋から退出させた上で社外取締役に退資状の内容のメッセージを 読み上げた。この時、社外取締役の一人は涙を流していたという。死去2011年10月5日、水臓腫瘍の転移による呼吸停止により妻や親族に見取られながら、パロアルトの自宅で死去した。56歳没。最後の言葉は、おう、わおだったという。正確な死亡時刻はアップルからは公表されなかったで、あったというが、 当局の死亡証明書を取得したロイターや CNN などにより、現地時間5日15時ごろと判明した。遺体は7日に、パロアルトの無臭破墓地に埋葬された。死去前日の午前中に iPhone4S の正式発表が行われており、かろうじてその発表を見届けてからの死去となった。 長年ライバル関係であったが30年来の良き友人でもあったビル・ゲイツをはじめとする世界中の業界関係者からその死を惜しむ声が相次ぎバラク・オバマアメリカ合衆国大統領も弔意を表明したブダペストのグラフィソフトパークに混流されたジョブズの像アーキキットなどの建築家ならドルソフトウェアを手掛けるグラフィソフトでは同年12月21日 ハンガリーの彫刻家であるエアヌトスによって彫られたジョブズの銅像をブダペストのグラフィソフトパークに建立した。同社は創業期以来商品の開発及び販売面でジョブズ率いるアップルから支援を受けており、同社の本社があるグラフィソフトパークはジョブズの魂を追悼するのに最もふさわしい場所であるという。なお、ジョブズの銅像が建てられたのは世界初である。 マックワールドコンファレンスエキスポでのジョブズ・ジョブズと初めて出会ったのは1970年頃かな。当時僕は世界中のあらゆるコンピュータを自分で作れると思っていた。三軒隣の近所の友人に紹介されたのがジョブズ。彼とは人生の豊かさとは何かについてよく語り合った。ジョブズはヒッピー型で、僕はカウンターカルチャー型。 まあ僕の方が年上だから、ジョブズは僕の意見の影響を受けているはずだね。学生時代、タッチトーンを再現して、無料で、国際電話をかけられる機会を作ったんだ。親には、絶対に、家では使うな。と言われたから、ジョブズと大学の寮で売りさばいたんだ。もちろん違法さ。いや、本当に捕まらなくてよかったジョブズが誰か、有名人に電話してやろうと言うから、何を言ってるんだ。 今は午前3時30分だよ。と言って彼を止めた。だから6時になるのを待って、ローマ法王に電話したのさ。そうしたら法王の下の司教が電話に出たんだけど、イタリア語がわからないから電話を切っちゃった。もし、ローマ法王が電話に出たらだって、僕のおじはカトリックの神父です。っていうつもりだったさ。僕がジョブズに当たりの、 ブロック崩しゲームを改良するよう頼まれた時、彼は4日でやってくれと言ってきた。徹夜して改良したブロック崩しをジョブズは2人で作ったと当たりに言い,い、報酬をピンハネしたんだ。でもそれでいいのさ。僕はゲームを作れば子供たちが喜ぶと思って頑張ったんだからね。ちなみに当たり時代のジョブズは人間関係に問題があって、 いつも一人で夜の勤務シフトに入っていたよ。スティーブ・ボズニアック・スティーブと私は30年近く前に出会い、人生の半分以上同志であり競争相手であり、友人であった。スティーブのように深い影響力を与えられる人間は滅多にいない。その影響はこれからの多くの世代にも受け継がれるだろう。ビル・ゲイツ、ザ・ゲイツ・ノーツ、2011年10月5日スティーブは、 アメリカのイノベーターの中で最も偉大な一人であった。違う考えを持つことに勇敢で世界を変えられるという信念に大胆で、そしてそれを成し遂げるための十分な能力があった。この星で最も成功した会社の一つをガレージから作り上げることで彼はアメリカの独創性の精神を実証した。スティーブは毎日が最後の日であるかのように生き、私たちの生活を変え、 全産業を再定義し、私たち一人数とが世界を見る方法を変えた。バラク・オバマ、ザ・ホワイトハウスブログ、2011年10月5日彼は、とてつもない業績と驚くべき輝きを持つ偉人であった。彼は常に、あなたが何を考えているかをあなたが話す前に、ほんの数語で説明できるような人であった。彼のユーザーエクスペリエンスへの関心は、 いつも他の人より高く常に私にインスピレーションを与えてくれる存在であった。私がグーグルの CEO になった際も彼は状態があまり良くないにもかかわらずアドバイスと知識を提供するために私に多くの時間を割いてくれた。私とグーグルの考えは彼の家族とすべてのアップルファミリーと共にある。ラリーペイージ、グ年月日スティーブは 素晴らしい友人であり、信頼できるアドバイザーでもあった。彼の功績は、製品やビジネスのみならず、何百何人という人々の生活を変え、文化を作り出したことにある。彼は、クリエイティブで創造力にあふれた、独創的な人であった。ボブ・アイガー、2011年10月5日、普段、人々がただ表層的に受け入れてしまうような、物事でも、 スティーブは常に本質を見極め、そのビジョン実現のため、決して妥協しなかった。彼の見出した素晴らしい才能や想像してきたものは、これから何年も、人々によって語り継がれていくだろう。ジョージ・ルーカス・スティーブ・ジョブズは、トーマス・エジソン以来の発明家だった。彼は、私たちの指先に世界を置いてくれた。スティーブン・スピルバーグ曲までに、ただそのレベルを押し上げるだけではなく、 完全に新たな指針を作り上げる人が出てくるものだ。ディック・コストロ・スティーブのイノベーションや独創性は、幾世代にもわたって、夢や理想を抱く、人々の刺激となり続けるだろう。ハワード・ストリンガー世界の IT 産業にビジョンを提示し、革新を導いた天才的企業家であった。彼の創造的精神と優れた業績は永遠に忘れられないだろう。再始生ジョブズには、 千マイル先の水平線が見えていた。しかし、彼にはそこに到達するまでに、通らなければならない道の詳細は見えていなかった。それが彼の天才性であり、落ち度でもあった。J. エリオット他人の脳みそを盗むのはジョブズにとって、普通のやり方さ。まず人のアイデアを鼻であしらっておいて、その一週間後には、素晴らしいアイデアを思いついたなんて言いながら戻ってくる。そのアイデアというのは、 もちろん一週間前に誰かがジョブズに話したアイデアなんだ。我々はジョブズのことを現実歪曲空間と呼んでいた。ジェフラ・スキン・スティーブは強烈な情熱を持ち、生きている間は彼を追う人たちの生活に重大な違いを作り出した。お金やどんなものを持っているかといったことに執着してなかった。世界は彼が輝かしい天才であり、 テクノロジーを魔法に変えた人物であることを知っている。スティーブの一部は、その美しくデザインされた製品と妥協のない、メディア体験を通じて、今も我々すべての中に生き続けている。彼は、その創造性で我々のイマジネーションを虜にした。彼の遺産は、史上最高の CEO としてより、はるかに大きなものだ。世界のリーダーが亡くなったが、彼が我々に教えてくれたリーダーシップは、 今なお生き続けている。ジョン・スカリー、2011年10月6日私が嫌な、奴についての本を書いていることが知れた途端、誰もが進んでやってきては、スティーブ・ジョブズの話を聞かせてくれるようになった。シリコンバレーでいかにジョブズが恐れられているか、そのレベルには驚嘆するものがある。彼は人を震え上がらせ、悲嘆に暮れさせる。だが、彼はほとんどいつも正しく、 たとえ間違えている時でも、その創造性の豊かさには目を見張るものがある。ロバート・サットン民主主義に沿ってたんじゃ、素晴らしい商品なんて作れっこない。闘争本能の塊のような独裁者が必要なんだよ。ジャンル医学スティーブ・ジョブズは芸術とテクノロジーを両立させたせいに現代の天才だった。数百年後の人々は彼とレオナルド・ダ・ヴィンチを並び称することであろう。 彼の異様は永遠に輝き続ける。孫正義、2011年10月5日スティーブは現代の最も優れた CEO であった。彼がメディアやエンターテインメントに対していかに革命的なインパクトを与えたかが思い出される。ルパート・マードック人を引き抜く際にはその人を強く揺り動かす魔法を唱えることで知られ、戦術のスカリーをペプシから引き抜く。 イの文句の他に、1982年当時、ゼロックスで働いていたエンジニア、ボブベルビールには、君は優秀だと聞いたけど、やってきた仕事は全部ガラクタだな。俺んところで働けよと語りかけて引き抜いている。また、しばしば何の予告もなしに、突然価値観を180度変えることもあり、3ヶ月前に白が最高だと言っていたのに、今では黒が最高だと言い始め、 理由は、それが、今、正しいからいいんだと、自身以外は納得のいくものは何も口にしないと、元社員は語っている。ソニー製品について、ソニーの HDV カメラは優秀で、高価だが一家に一台必要だという一方で、iPod に劣るとして、ウォークマンを批判するといった評価をしている。1999年10月5日のメディアイベントのスピーチ冒頭で、 ソニー共同創業者、森田昭雄の死に追悼の意を表し、トランジスタラジオやトリニトロン、ウォークマンなど革新的な商品開発をアップルに大きな影響を与えたものとして称賛している。部下に対して高い目標を提示し、精力的に優れた仕事へと導くため、理想の上司として評価されることも多い。一方で、ジョブズの要求する水準を満たさないものに対しては、 放送金使用後だらけの罵声を浴びせたり、その場で解雇にすることでも知られる。前アップル PR 担当チーフのローレンス・クレイビアは、ジョブズとのミーティングの前には必ず投球手と同じように、自分はすでに死んだと暗示をかけてから挑むと同僚に、語っていた。また、ジョブズのアップル復帰後に次々と社員がリストラされた際には、スティーブされるという因語が生まれた。 アンダー k 2のインサイドスティーブ・エスブレームによれば、これらは部下にプライドと職をかけさせなければ最高の仕事をしないからというのが理由であり、部下の意見を何度か却下した後に採用するのも同じ理由である。発案者が信念を持っていない意見やアイデアは無視すると決めている。例えば iPod という名称も採用する前に二度却下している。 アップルコンピューター社の暫定 CEO に就任して以来当時赤字続きだったアップルのために自分はピクサー社の収入があるとし一貫して給与は毎年1ベイドルしか受け取っていないことは有名である実際2004年にはストックオプションの他の成功報酬はなく本当に1ベイドルしか受け取っていない思想の面では若い頃から善に傾倒した仏教徒であり しばしばスピーチなどで禅の教えを引用した。相当州の禅僧、音川博文を精神的指導者としたっており、結婚式を取り仕切ってもらっている。禅だけではなく日本の文化に深い関心を持ち、晩年まで家族旅行でしばしば京都を訪れていた。また、新版画の密かなコレクターでもあり、1983年から収集を開始している。 翌年のマッキントッシュの発表セレモニーでは自身が持っていた橋口御用の噛みつける女をスクリーンに映し出すことでその優れた映像技術を示した。ジョブズは新版画の中で特に川瀬智恵水の風景画を好んだという日本の和菓子を好み赤坂青野から饅頭を半年間取り寄せた。一方で日本のビジネス界に対しては 日本の PC メーカーのことを海岸を埋め尽くす、死んだ魚と表現するなど、辛辣な一面を見せることもある。食生活には強いこだわりを持つ。大学時代から菜食主義を貫いており、魚介類以外の動物性の食品は一切取らなかった。また、日本食、とりわけ蕎麦や寿司を好んだことが知られている。アップル本社の食堂カフェマックスには、ジョブズが考案したという。 刺身そばなるメニューがある。アップルに復帰後、社員食堂を自社運営に切り替えて、ジョブズ自身がスカウトした料理人が腕を振るっている。ベジタリアンだから匂わないという独自の思想により、若い頃はシャワーを滅多に浴びなかった。そのため、ただでさえコミュニケーションが取れず評判の悪かったジョブズは、当たり者やアップルの社員から、臭いとクレームが多かったという。 洋式便器で足を洗うという気候もしていたという。また若い頃は、素足やサンダルのままで仕事をすることも多く、出資者や取引相手と話をする際にも、素足やサンダルのまま、机に足を投げ出して対応するなどの非常識な言動があったという。ジョブズのトレードマークである黒のタートルネックは、三宅一世デザインのもの。ジョブズが1980年代に森田明夫に、 案内されて、ソニーの工場見学をしたことがきっかけになっている。三宅デザインのソニーの制服に関心したジョブズは、三宅にユニフォームを発注して、アップルの制服にすることを提案したが、これは受け入れられなかった。しかし、これを機にジョブズは、三宅デザインの黒のタートルネックとリーバイスのジーンズ、ニューバランスのスニーカーを、自分のユニフォームと位置づけ、 毎日それだけ置き続けるようになったという。また余計な選択肢で頭を使わないために、服は同じものを何着も持っていた。業界でジョブズにまつわる人物は数多いが、中でもマイクロソフト創業者のビル・ゲイツは同じ1955年生まれということもあって、独特のライバル関係にある。世間では確実が語られることも多いが、自他共に認める友人でもあり、 ビジネスのみならず、プライベートでも関係が深かったことが知られている。互いにビジネスの才覚については高く評価している。腹心の部下であるバドトリブルが使い始めたという現実歪曲空間は、たとえ彼をよく知る人間がそれに備えていたとしても、抵抗できないと言われている。現実歪曲空間とは、ジョブズの魅力、カリスマ性、虚勢、誇張、マーケティング、 融和政策、持続性をもって、ジョブズ自身と他人に、ほとんどどんな考えでも吹き込む能力であるという。現実は曲空間により、実現困難性についての規模感や距離感を歪ませ、今手元にある作業が容易に実行可能な気になると、言われている。音楽では、ボブ・ディランとビートルズの大ファンでもあった。アップルのプレゼンテーションで、 ボブ・ディランの詩を朗読したりビートルズのジャケット写真を使ったりしたことがある。愛読書はパラマハンサヨガナンダチョ、ある予義の自助伝で自分の iPad2 にダウンロードした唯一の本。ティーンウェイジャー時代に初めて読み、インド旅行中にまた読み、以来年一度は読み返していた。型破りな性格は経営だけでなく愛車のメルセデスにはナンバープレートをつけていないことにも現れている。 これについては2001年のフォーチュン誌にちょっとしたゲームなんだよと語っている。事前活動についてこうに語ったことはなかったが、妻のローレン・パウエル・ジョブズに関する記事で生前に数百万ドル以上を教育活動に寄付していたことが死後明らかになっている。ありがとうございます。